であります。もう一つは介護保険料の軽減、これも動員税の財源を使わせていただいて、65歳以上の高齢者の皆さんの3割の皆さんの介護保険料をしっかりと軽減をさせていただく、これも全て公明党、そして杉さんが杉の中で主導をして、この秋から実施をされる、そういう政策であるということを、ぜひご理解をいただきたいわけでございます。私たちはこのように言ったことをしっかりと国の政権与党の中心としてしっかりと実現をしてきたのが我々公明党であり、